ないんだよね。あ、そう光る。時計だ。さっきがちょっと。ケースこのままかな。おはようございます。リハまでまだ全然時間あんだよね。何時間ぐらいだ。1時間ぐらいあんじゃん。あるんです。それ暇すぎるんだよな。ちなみに喫煙所は、喫煙所外らしいんだけど、なんか雨すぎてちょっとね。あ、行かないですか。いや、もう行ってきたけど。行ってきた。何回も行く気にはなる。あ、だから、ね、結局断弁当ないらしいよ。マジで。昼も夜も。心ばかりの。いや、ね、ほんと心ばかり。打ち上げ来るしょ。いや、まあそうじゃん。それは用意してくれないと。打ち上げまで我慢しろ。あ、そう、それがきつくない。全然いいけど。ちょっとじゃあ俺打ち上げいねえから。あ、そう。あ、そっか。昨日、そういえば我慢したのよ、俺。牛タン買いに行くか悩んで。ああ、いや、昼帰る牛タン弁当あるべって思ったらなかった。うん、別に東京でも食えるね。それはどこだった。利休。あ、利休。ああ、利休って本場が仙台。はい、じゃあいいか、仙台。あの、最近私、うん、エナジードリンクを断っておりまして。おお、そういえばそうだね。もう1週間ほどマジ断っております、うん、で、僕らがいつも用意してもらってるドリンクあるんですけど、そこ見てほしい。こんなドリンク最近何飲んでしたっけ。俺がモンスターやめるって言った途端、モンスターがゼロ本になりました。なんそんなことする。いやいや、飲みたいやつもいるやろ別に。まあ、あったら飲む。もう本当に俺の機嫌を取るためだけにモンスターのゼロは買われてたんだなって。ショックです。もうカロリーゼロのがなくなったんだ。もうしかもバカみたいにこれあるから。これ買ってこなきゃ殺すって言ったら本当バカみたいに殺す。本当だ。本当に殺されないようにということでね。俺モンスター派なんだよね。モンスター派もレッドブル派もいるやん。そう、うちは別に半々で買ってきてくれるで、別にな。もうだから俺モンスターの量が多いから減らして、うん、その分買ってきてくれたらいいよみたいな、はい、なんすか。めちゃくちゃ多かった。言うわ。あ、9本くらいこれじゃん。4本しかないんだ、レッドブル。モンスターゼロ。いや、マジでゼロだった。わ、笑っちゃったもん。いや、ゼロにすることないやん。いや、盛り上がってますからね、仙台は。仙台育英、もう忘れられてるか。早っ。いや、思ったよりなかったね。昨日、2人でプラプラしてたんだけど。ケビちゃん、育英の選手は。あ、どうした。はい。お、出ます。スタイル。ベンチやって。弱そうすぎる。弱そうすぎる。まあ、細いからダイソーぐらい。でも育英だったらベンチでもよくない。いや、確かにそう。ベンチが強いべ。おお。ええ。あ、取れちゃうんだ。やろうか。じゃあ今日は鳴き声確認から行こうと思ってます。はい、お願いします。お願いします。じゃあ千葉から。はい。バラードトラボー。いいね、仕上がってます。ありがとうございます。中村さん。はい。遠隔尺。早いですね、この速度。はい、この速度になってきてます。はい。じゃあ徳さん。はい。ヘイメタペンギン。
くわか。いいね。まあまあまあ許容範囲でしょう。それはね。じゃあ小原さんいける。おへいって言ってるから。あ、出ちゃってる。ヘイスミスの照明も出てるから返事ヘイになる。ヘイスミスの返事ヘイじゃないとダメだよ。だいぶ軍隊や。K-POP パンダ。え、いいね。いいやん、もう。じゃあミミピエ。はい。J-POP ライオン。ガオガオ。いいじゃん。もういいね。もう卒業やねこれは。そうやっぱクレームも入っててね。そうまあその徳さんなのかな。おおなんかクレームも入ってて、もう今日でちょっとこの泣き500人はもう終了かなと思ってます。どういったクレーム。なんかこの間のその大阪公演に、はい、まあその徳さんのね、うん、その息子さん、ああ来てましたね、が来てたんですけど、はい、はい、でなんかまあ今日なんか見させてもらいます、よろしくお願いしますって感じでね、やっぱだからお父さんが徳さんだからやっぱその音楽の関係のなんかまあ将来的に職に就くみたいな感じで、なんかわかんないですけど専門でしたっけ、ね、行ってるみたいな感じで、あ、そうなんだっつってさ、行ってさ、でなんか紹介されてさ、俺らもさ、まあお願いしますって本当に出会い頭とか一発目に、まあ俺のそのまあ失礼ボケっていうか、まあその失礼ボケっていうか普通になんかあのセッタ履いてて、なんかそのまあ裏方の人間としてはまあありえない話になる可能性があるぞ、本当キレる人間だったらキレかねないよと思って、いやセッタやなみたいな、そんなやついるみたいな言ったら、なんかまあまあみたいな感じで、まああそれ俺も言った俺も言ったみたいな、徳さん、あ徳さん言ってたんですね、それは言うよねみたいな感じで、まあ言ったんですけど、なんか今日さっき聞いたんですけど、なんか俺らのその大阪のライブを見た日を境に音楽業界志すのやめたそうです。本当にどうなってる。俺らゴミみたいなライブしました。俺ら結構調子良かったかなと思うんですけどね、大阪アーティストの外、あ、そう、もうなんかもう本当やめたらしい。え、ガチで。マジ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 。よくないね。でその中でやっぱその俺たちの、はいはい、ツアーの裏側を見るためなのかな、しかもまあ自分も行ったライブってのもあって、はいはい、多分俺らのツアードキュメントも見てくれたらしいんですよ、はいはいはい、まあそれかもなって原因が。確かにお父さん、お父さんがそうそう、家の大黒柱がこんなことされてるんだみたいな、パパーってお父さん遅いとか言って、音出してないのと一緒やからねとか言ってる。だから俺は冗談っていうか、まあ引き上げくらいの感じで言ってるけど、やっぱり今から志そうという人間にとってはちょっと刺さっちゃったんかなと思って。え、ガチで。そう、ガチなんや。ほんとすみません、ほんとすみませんって思ってる。いやでも俺らが理由じゃないとおかしいくらい、ほんとその日を境に。ガチで一人だから音楽業界の宝を壊しました。だからもう今日でほんと泣き声確認、まあ、並びにそのマッチョライフの掛け声確認だとか、バッテリーのマジ減ってる確認、まあ、今日でちょっと一旦やめようかなと思ってます。はい、まあ残りも少ないですけどね。でもこの速度でもう言えるようになってればやった甲斐はあるのかなと思ってます。笑顔の方がいいんじゃない。笑顔がつまんなかった。まあ満面の笑みの方が良かったもんね。あ、中途半端だったんだ。そうね、ちょっと満面の笑みでいこう。いや来るの笑顔考えないで。いやーきつい。ちょっと一回出てきてみて。ちょっと女女いいね。これ落ちてるやばいね。
本当にちゃんこ問題かい。言ってんじゃん。いやでも言ってみよう、これで。これで言ってみよう。頭おかしいな。お前何のタイプの嫌だよ。チューニングが下がってた。うわーじゃないの。え、何してんの。A シャープになってた。仙台育英にね、感化されてね。ああ。ハンデあった方がいい。ハンデ。ハンデは。いや、トモヤのハンデがないじゃん。ハンデって。むずいってこれは。どうしたらいいの。取れないの。もう俺、ちょっと待って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 、はい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 、俺の携帯が見えてるんだって。え、ああ、ええ、あ、何してんの何してんの何してんの。なんだよ、黒い板だと思って。そう、あ、おい、これ板じゃないから。え、よろしくお願いいたします。細かい番号の確認変更です。何ですか。手伝ってよ。たまには。まあ、来たらさ、行きます。これ。ありがとうございます。本日は夕闇に下がりし漆黒の全国ツアー2022。痛い痛い痛い。もういい。うんうん、もう大丈夫。仙台お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、よかったね仙台。よかったね、本当にやっぱ甲子園で、やっぱ仙台が勝ったから、なんか本当に活気あったような気もした。こんなに仙台熱かったみたいな、いいタイミングに来ましたね。今日やっぱ育英の方も来てます。一応監督でした。いやでも千葉のあの怖い SE 爆笑してたよ。マジ？マジみんな爆笑してたよ。それよかった。でけえ、ほんとに拍手笑い起きてた。よかったよ。で、育英の方が受けてた。いや、あれ
いや、よかった、振っといて、MC で、ね、そうだね、帽子とかね、ちょっと写真見てほしい。結構こだわってるから、帽子ある結構こだわってんのよこれ、上のやつ遠目から見たらもう行くえないよ、これもうなんか抱きしめての前、本当やることなくなってきましたね。ああ、ね、最近その曲本編がちょっとおとなしかったね。あ、気づいた、うん、ちょっとね、本当にあの初日、うん、名古屋で、うん、あのエンジン全開で来てそこから俺喉飛んだんですよ。あ、だからそのトラウマがあって、はい、ちょっとエンジン、うん、あ、そう、あの曲で俺喉飛んだ他じゃなくてで本当にあの曲からバーッ飛んでるからちょっとトラウマがあるのかもしれない。普段の発生と違いすぎて、ちょ、持ってきてもらいます。いいね。言ってもだってジェネシス1のイベントで一回実は出てるんですけど ね、 いやね、そう、初めてではないんですよ。なんかあの時と比べると全然、あの時どうだったかちょっと忘れちゃいました。うん、楽しかったです。そしてまた前回は残り3本ですか。はい、もう3本福岡と岡山と、いやまだ3本もある俺からしたらまだ3本あんのか。まあ、今日でもそのやっぱソールドはしたかったんで、次回ソールドできるような、そうだね、まあ、頑張りたいな。ここ来にくいんだろうね。ああ、それはあると思う。俺だって GO のそのイベントの時も全然なんかあかけてなような気がする。まあでもこの箱は好きなんでやり続けます。いや、ここはね本当にいいとこね、はい、いいね。入る入らないとかじゃなくてやり続けますだから来てくださいお願いします。とにかくギグスでやりたいんで、ギグスでできるように。そうそう、いや、いいよ、もちろん連鎖とかピットとかね、うん、いろいろマカナとかもいいけど、うん、私この箱が大好きなんでこの箱にぜひ来てください。珍しいね、こんなような、はい、いや、もう素晴らしいんだよ素晴らしい、はい。まあ、次回9月8日、9月9日のね、福岡岡山公演ですので、チケットの方おそらくまだございますんで、ご近くの方、はい、ぜひ遊びに来ていただいて、ファイナルの9月19日渋谷ラインキューブでもですね、やりますんで、もうあんまチケット本当に結構残り少なくなってきたんで、ぜひソールド目指していこう。あぶしてー。おし、気合入ってる。あー、入る。入る。お願いします。やばい、この速度でサウナ入るの初めてだ。ライブ終わった後、熱っ、素晴らしいな。ユースはサウナ入るのかありえるのかと思ってました。うまっ、よっ、よっ、マジでいい。フローリーもあるんだよ。